いただいた資格勉強で使う自分ノートの作り方を皆さんにお伝えしたいと思います。私は国家資格を2つ持っていて、あとその他には英語検定2級とか秘書検定とかそういったものも取っています。でこれが分かりやすいかなと思って持ってきたんですけど、国家資格を勉強してた時のノートなんですけど、大事なところとかテストに出るところの単語と単語の意味を抜き取って書いていくっていうノートを作ってました。テキストの圧縮版なんですが、プラスアルファで単語だけではちょっとイメージがつきにくいなというものはこういう風に図で書いたりして、自分の苦手なところは分かりやすく書くようにしていました。あとは例えばこんな感じで、この単語の中にこの単語とこの単語がまたあって、さらにこの単語の中にも工程が3つあったり4つあったりするような複雑なこととかもあると思うんですけど、そういうのは私は文だけではちょっと分かりづらかったので、こういう風に図にして書いて覚えていました。とにかく重要な単語とその単語の意味、そして自分の分からないところとか苦手なところとかは図とか補足を書いたりして、単語帳なんだけど自分用の単語帳っていうノートが出来上がります。これがいつも私が資格勉強の時に作っているノートです。よかったら参考にされてみてください。では勉強を始めていきます。She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse than me.
There's not much to do when all I can is thinking about you.